甲賀源之助役鳥海浩介だにゃ。影朗役早水梨沙だにゃ。如月左衛門役上田洋次だ。ワンワンワンか。おこう役の木村遥香だ。ワンワン。はい、兄様についていくか。はい、第4話、はい、今回は7話、8話ということでね、うん、まあ、今回もたっぷりいろんなお話をしていきたいと思いますので、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回ね、兄様と行部さんで、あの裸の人と、うん、裸の人と裸の人とヤシャマルをね、やっつけて、やっつけましたね、やっとですよ。やっとですよ、うん、本当に甲賀は。こっからね、甲賀巻き返すぞみたいな。そうそう、あなたも捕まってんじゃないわよ、いきなり。すいません、何やってんの。せっかくこれからってとか。ねえ、盛り上がって、あなたのせいよ。ちょっとね、軽い気持ちで兄がそんなこと言うからよ。すいません。そうだな、この7話8話っていうのは本当にお恋にスポットがすごく当たってる。そうそうそう、ありがたい、うん、はい、ねえ、本当に、結構人気のシーンでしょ、結構いろんな人が聞いても。そう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 、この流れがね、ずっとやっぱり、うん、そこで如月兄弟の、如月兄弟のですね、如月兄弟のそこはもう引っ張らないように、如月兄弟のね、如月兄弟の絆、うん、みたいな、ね、そうそうそう、そんなのが描かれてる7話8話だと思うんですけど、ね、はい、どうなるんでしょうね。どうなるんでしょうってこれはこれ中身言っちゃっていいんですか、これは。いやいや、これから語っていきますけど、そうですよ、まあね、とりあえずそんな感じで、はい、はい、じゃあそうですね、次のコーナーでそんなところも検証していきましょう。検証していきましょう。はい、というわけで、はい、続いてはこんなコーナーでございます。はい、バジリスクベストシーン、はい、ということでね、DJ っぽい、ま、DJ 風味でね、DJ 風味で風味でね、まあ、今回はですね、まあ、はい、今回もですけど、今回もまた独断と偏見で、うん、我々が勝手に、名場面を選んでみましたので、はい、皆さん見てください、はい、どうぞ。もじゃもじゃしてるよ、ちょっと。はばかりに行くことは許さん。行きたくば。よくあれだけでトイレに行きたいと分かりました。そうなの。いやほら、経験がもうこういっぱい詰まってるわよ。明かさぬ時は。それよりじい様。何じゃ。しますよ。さっきから気になっておった。トイレに行くのはやっぱりね、気になったか。何が詰まっておるのじゃ。怒った、怒った、怒った、これは怒った。お、狙ってます。来た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 、触ってと。お、似合い。手が離れぬ。じいさんもうっかりだよな。うっかりですね。いや、まさかこんな忍法はねえだろうと思うでしょ。メイドの土産にするがいい。すごんだな、木村遥か。そこだけ本名なんだ。お声のシーンっていつも絵が綺麗な気がするんだけど、特に。そうそう、私もちょっと感じるんです、ね、おこいちゃんとね、ホタルビのシーンはね、ひいきされてる。なんかスタッフがそうなんだね。こちらないがしろですか。じゃあ、かげろう後半ね、またいろいろね。あ、干からびちゃん、梅干しみたいになっちゃったよ。あ、さよならじいさん、うん、やったー、勝ったよ。一生一生よくやった、やったー。どうだった、ここのシーンでさ、撮ってる時とかさ、うん、収録の時って。あの、それまで結構可愛くて元気な、うん、あのおこいちゃんだったのが初めての戦闘シーンみたいになって、うんうんうん、でなんか演出もそのちょっと怖い風にしてくれって言われて、声も低めで落として、一番低いところでとか言われて、で変わったんだけど、でもそうですね、出来上がったところを見ると、うん、あ、それで良かったんだなっていう、うん、すごく怖い、すごいこだわってたよね、ここね。そうですね、はい、続いてはこんなシーンです。このさ、左衛門がさ、ね、浮かんじゃうんだよね。そうですね、警戒してるはずなのにね。ここです。泣いてんだよ。泣いてる、兄様。そら閉まっちゃうよ。俺を誰だと思っている。似てる。だって兄様がやってるんだよ。そう、違う、本人本人がやってるんだ。行部はニョキって抜くからな。
バカ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 かわいい。ゼビ超かわいそうだよ。なんで死なないのかここで噛まれたのに。ちゃんとでも恥じらうんだよね、ここで。エビをこうやって隠すっていうのはね。お前がでも、この俺を見誤るとはな。ここ見誤るってずっと言えなかった。そうそうそう。なんかそんなこと見誤る。なんかでも思い出した。今ので思い出した。見誤る。すごい言いづらそうにしてなくて。違っておりましたね。そうか。しくじりはないはずだ。しくじりはないはずだが。やべえと思った。風町将軍の仕業でございましょう。顔の変わり方がね。まあそんなところだ。ねえ、もう上田さん本当モノマネ。まあ全部やってらっしゃいますから、ね。いやでも本当に石屋ちゃん。いやでも本当に、うん、まあ、前回のあの、うん、点々に化けた時もそうだったんですけど、うん、結局キサキサイモンっていうキャラクターは、うん、その人に化ける都合上ですね、全部自分で演じるわけにいかないわけですよ、実はあまり喋ってない。そう、結構このシーンなんかも、うん、やっぱり柴田さんの、演出でやっぱりその、うん、化けてるサイモンに化けてるから、だからちょっとヤシャマルなんだけど、うん、ちょっとなんていうか、抑えめのなんか感じもちょっと入れてくれみたいな感じをね、うん、柳さんにやっぱ言ってしたりしてましたよね、うん、見誤る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 。つらい嫌なセリフだねこれ。あれだけは人がやっててよかったと思いましたね。まあそんな苦労もあるわけですよ。我々ね、ヤシャマルについてあんまり語りませんでしたけど。いいそうです。いいんですか。続きましてはですね、8話の方に行ってみたいと思いますので、はい、うん、はい、8話からこんなシーンを、選んでみました。いきなりですよ、いきなり。なるほど、さっきのじい様より血がたぎっておる。池さんのこのやられがすごい、ね、だからなんか水っぽいやられが、七人動いてて今吸ってるところで、むにゃむにゃ。やっぱりお声綺麗だな。ね、なんかちょっと本当にね、ドキッとする。特にこの鉢はすごい綺麗だったね。でも意外と力あるんだな。押さえつけちゃう。そう、血がたぎってるから。お声って体もすごく鍛えてますよね。筋肉質だよね。そう、業務の仕込みも。うわー、ネタネタ。確かにうわーだな。うわー、そりゃギャー言うよね。驚いた。あ、でもこういう表情好き。なんかすごい表情変化ある。他の人じゃないもんこれも。でも逃げちゃうんだよ。みんなのアイドルジンゴロウみたいな、ね、現場では本当に現場でもアイドルですよ。ね、すごかったもんね。やられ今日台本見たみたいな。ね、おこいちゃん惜しかったね。ねえ、逃げられました。ねえ、でもあれしょうがないよ。それはね、ギャーってなあれは無理だな。ネットだったもんね、だってね。でもあれさ、取れちゃった分ってさ、どうしね、元に戻るの。あれジンゴロ、ちょっとずつジンゴロちっちゃいジンゴロができるんだよね。あとちゃんと血があったのがね、あのジンゴロに。よかったよ。水じゃなかったって。水分じゃない。水分だけじゃない。大丈夫ですよ。よかったですね。あれがなかったら水溶しないから。そうですね。水じゃ水じゃってんの。はい、というわけで最後はですね、このシーンをご覧になってください。この血の音とかがね、すごいちゃんと。今しがた戻った。こういうとこってさ、やりたかったでしょ。今しがた、まあね、そのでもやっぱりちゃんとだから柳さんがその気持ちでやっていただけたんで、うん、本当にありがたい。ホタルビの蛇の毒が少々残っているようだ。おこい、兄様。すまぬ、おこい。一足遅れた。兄様、じじいを一人倒しました。そうか。偉いぞ。よくやった、おこい。
パワーがあれみたいな。これ痛いんですかね。やっぱり筋肉急にこううーんって戻るから自分で戻すときはこれいいんだけど顔歪んだもんね。あーみたいな無理に引っ張られるから、ね、そうかそうか毛もしわしわあっさりした顔になったあっさりしてるあ、そのキャラなんだあっさりしよいいよね、兄様。ここはもうね、うん、抜け出しちゃうからね、ここからついて、うん、この状況で脱出するという女神が囲まれてるのか飛び出した冷静っちゃ冷静なのこの後滑り込み全然照れるみたいなすいませんあ、出ますよ出る出ます出たもう意味がわからないバカ野郎って感じよ何バチャバチャ楽しそうこの手もおかしいよねちょっと痩せてますね小さめです、ま、復活しきってないしきってない感じ裸同士あ痛い痛いもう大きい裸悪い顔だあ、早いよ走るよすいませんあのアスリートバシにね読むみたいなね、あー、ここ好きいいよねこの後ね顔はリアルなんだよね違うね、もうこれしか残ってないんですはい、ということで、名シーンですね本当ですね、ちょっと見てしまいましたあんまり喋れなくてあそこは、ね、一生懸命見ちゃった、ね、すごい見ちゃったあん時の幻想的なちょっとイメージ映像みたいになってるところって、うんうんうん、あの顔はサイモンの顔なの？ヤシャマルの顔？一応なんかどっちとも撮れる顔になってるんだけど、ヤシャマルの顔の顔なんかでも表情はサイモンの表情みたいな、うん、優しい顔ですね。表情が大人っぽい。うん、最後のねあのお恋の血をね。あ、そう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 。あそこの兄様の顔がすごいリアルじゃない？そうそう。アニメの絵としてはものすごくなんかね、うん、あの、うん、ちょっとこうなんか。こう歪んでて、あそこでだからなんか今まで忍びだからって我慢してた分がただのお恋のお兄ちゃんになってるから、だからアニメ版の方はすごく、まあ、原作も小説も漫画もあのそういうところ一切出さないっていうところが、まあ、それがまたそれはそれで魅力だったんだけど、結構あの随所にこう、まあ、この話だけじゃ、まあ、また今後もね、オリジナルちょこちょこっとやっぱりそういう気持ちが出てくるところがあって、それはものすごいやっぱりよりでも生きてくるなと思ったすごい、でもあれっきりなんですよね、サイモンがそういうところを出すのって、まあ、はっきりね、出すのはね、ね、お恋に残ってるお恋はこの地しかないっていう、別にねこう死んでるお恋を連れて帰れるわけでもないから、あそこのだから先に行ってらっしゃい前後しちゃうけど、行ってらっしゃいってところもね、いいし、そうですね、お恋行かないよね、なかなか行かない、ね、早行けっつってね、2回ぐらい行かないからね、でも早行けって行ってほしいから構って構ってみたいなのが見えますよね。まあ、あとはもうやっぱジンゴロウですか、まあ、あのシーンの後にあれですから盛りだくさんでね、何なの、ね、何なのあの人でもね、あのバランスは素晴らしいですよ、だからみんながこ こうなって画面が見えなくなってるところでこうバーって笑っちゃうっていう、そうですよね、なんかね、あの感動の別れのシーンがね、なんかね一瞬にして台無しとにかくおこいちゃんお疲れ様でしたって感じ、ね、ありがとうございました。いや、いいよ、あとは任せろあとは大活躍、兄様に任せてください。そうですね、うん、はい、このコーナーでは皆様から送っていただいたメールを紹介したいと思います、はいはい、大津市、うん、忍びなおこいファンクラブ会長さん、何何そんなのがあるの、おこいちゃん、おこいファンクラブ聞いておりませんね、やっぱりおこいですね、はい、個人的には最後の方まで生き延びてほしかったです。サイモンとの仲の良さは十分伝わりました、普通の兄弟以上の仲の良さみたいでしたがあかっこ汗みたいな源之助とのシーンもちょっとは欲しかったですね、かげろうぐらいとはいかなくても少しは源之助に好意はあったのでしょうか、
やはり主人公にはモテてほしいのでおこいメインで番外編とかないですかね。おこいは死んでも私の中で生きております。なるほど、という熱い思いありがとうございます。さすがファンクラブ会長、ファンクラブ会長から。でも全然会話してないんだよね、だから役の上でね。そうなんです。一緒のシーンってのはないのか。ないですね。ないですないです、ね、そうだ、うん、まあ、とにかく熱い思いが伝わりましたかね。うん、ありがとうございます、はい、嬉しいです、はい、じゃあ続いて、続きまして、はい、読ませていただきます。埼玉県の、はい、忍びな、うん、なんて読むんだろう、白白猫さんかな。私はサイモンとオコイが大好きです、うん、見ているとほんわか和む雰囲気が何とも言えず、うん、小説の方は未読なのですが、漫画アニメでオコイが瀕死の状態で兄様に一生懸命信号を送っているシーンで音楽も素晴らしく、うん、ボロ泣きしてしまいました。悔しそうに一足遅れたとおこいが兄様が来たのを知って微笑んだのがいつでも鮮明に思い出されます。で、アニメでは5話でおこいとサイモンが食事をしているシーンがありましたが、ふんわりとした優しい空気に思わず画面の前でにっこりしてしまいました。おこいが事務所と茶飲み友達だと言った時のサイモンの驚きぶりに妹を本当に大切に思い可愛がっているんだなと兄様の優しさを感じました。漫画ではなかったこのシーンをアニメでやってくれて本当に嬉しかったです、だそうです。随分やっぱり別れに至るまでの過程をちょっとね、ちょこちょこっとしたシーンなんだけど、アニメはこう描いていただいてるんで、だから余計にね、ねやっぱりあのシーンはね、悲しいの。じゃあ続いて最後、はい、はい、続きましてですね、はい、千葉県にお住まいの忍びなみすみさんからいただきました。はい、どうも。はじめまして、はい、ホームページを見てメールを送らせていただきました、はい、バジリスクはどのキャラクターも魅力的ですが、うん、特にヤシャマルが大好きです。また出た7話では実はサエモンですが、うん、ホタルビとの会話シーンがあって嬉しかったです、うん、今後ホタルビがどう動くのかとても気になっています。これからも期待しています。それでは、うん、ということでみすみさんからはイラストもいただきました。こちらです。ねすごいですね。なんでそんな人気なんだろうね、うん、でもホタルビとの関係はすごい可愛いなと思う、うん、そうです ねホタルビが可愛いのかな。そうだよ、ホタルビは可愛いですね多分そういうことだよ。ホタルビ可愛い、怖いけど可愛い。可愛いですね。まだおぼろちゃんが好きですっての来ないね。おぼろちゃん待ってますお願いします。お願いします一応あ、そうだしまった忘れ兄様、大切なことを忘れておりました。大変失礼いたしました。如月さん、如月さん頼みますよ。すみません、バジディスクでは皆様からの、楽しいお便りを、お待ちしております。よろしくお願いいたします。この気配は誰だ誰だ。出た。またですか。またですよ。どこの忍びなのだか。はい、バーン。兄弟愛について語れ。語れ兄弟愛、うん、今回はもう、まあね、まさに、キサラゲ祭りです。キサラゲ祭り、ありがとうございます。キサラゲ祭り、ちなみに皆さんプライベートで兄弟います？私いないんです。一人っ子？一人っ子なんだ。だからそうですね、今回妹でお兄さんがいるっていう役なので、でも私ずっとお兄さん欲しかったんですよね。よかったね。かっこいいお兄さん、かっこいいお兄さん。でも兄様との関係性はすごく憧れるところもありましたから、なるほど。うちは兄貴なんで、お兄ちゃん、じゃあ弟なんですね。そうなんですよ、男2人。そうなんだ。だからね、なんかその妹の女兄弟のその何だろう、距離感だと感覚とかってちょっと、まあ実感としてはちょっと本当のところは分かんなかったりするんですけど、なんかいいですか？
中はねまあでも兄貴もねなんだかんだっつってまあ僕がこういうことやってるのねまあこそこそチェックしてたりしてくれてるんでねそういうのをね、うん、するとすごくやっぱり ありがたいなと思いますけど細胞もしそうだねなんかね声が頑張ってるところをすごいチェックとか運動会とか絶対行くもんね運動会 V とか回してる運動会だヨガヨナね、ミサは私はね弟がいますでもなんかねあのねたまに思い立った時にしかメールとか来ないからすごい寂しい、うん、いやでもそんなもんじゃないですか兄弟はでもねそんな弟もねちっちゃい頃はね、うん、面白い子だったのよ面白い子だったんだお風呂場でねあーって言うからね何かと思ってね、うん、なんだってなるでしょしたらね肌感冒でねここにねあのゴシゴシタオルだけねここにかけてね、うん、フランス料理の人ってもちろんバカじゃろってゲラゲラ笑ったら満足してふーんって帰っていって床べちゃべちゃですよもうああもうって兄弟愛ですよそういう感じがそっか俺はね超怒られちゃうこんなこと言ったらああ人が僕はね男3人兄弟なんですよ3つずつ離れてるから3個下と6個下でまあもうみんないい年一番下の弟だけ結婚してるんですけど、うん、弟の結婚式でなぜか兄貴2人俺たちがチャゲアスとか歌ってて兄弟愛だ兄弟愛ですよねまあでもね仲良きことは美しきかなみたいな、うん、何綺麗にまとめようとしたいや上田さんみたいにうまくまとめようなるほど、うん、兄様のようにね兄様のように、まとめてくださいいやね、兄弟、人類みな兄弟どんなまとめだラブ&ピースで、はい、続いては陰陽座さんのコーナーでございます今回はどんなお話でしょうかどうぞ少女皆さんごきげんよう陰陽座のベースボーカルまたたびですボーカルの黒猫です僕はもうその山田風太郎作品の世界観っていうのはど真ん中のストライクなんですけどあの小説のジャンル分けで言われるのがその歴史上史実に基づいて正しく書かれたものを歴史小説って言ってそこにその空想とか、まあ、誇張やあの憶測とかを織り交ぜて面白く書いたものが時代小説ってあの、うん、いう分けられ方をするんですけどあので言うとそのこういう山田風太郎作品っていうのは完全に時代小説時代物っていう呼ばれるものなんですけど時代小説って書く作家さんはいっぱいいると思うんですけどあのその中でもここまでその荒唐無稽で奇想天外なあのなんていうかストーリー展開をするものはなかなかないと思うので、うん、そういう意味であの山田風太郎の時代物が僕の中でやっぱり究極の時代物っていう感じですね本当にその素晴らしいなというふうに思いますねなんか陰陽座がそのやっている世界観っていうかそういうものともちょっと通じるという古のものをやっているしあのことを歌ったりあとその言葉を使ったりしているんだけれどもあの本当に教科書的なものではなくって自分たちの思いを込めたり現代的な言い回しも込めたりするっていうのであの共通してるかなというふうにちょっと思いますね個人的には畑なんか耕してのんびりとやりたいとこなんですけどでも多分のんびりって言ってもこう頑張って畑耕してもこうがっぽり年貢取られるみたいな感じでこう年貢とか納税とあまり縁がなさそうな忍者にでもなってかっこよくあの闇に生きた方が素敵かなとそうですねいや僕はぜひ甲賀でお願いしたいなと確かあの徳川幕府がこう開かれたぐらいの時に出雲の国
とかも歌舞伎踊りをこう始めてるんですね。なので見つけて弟子入りして芸術の道に行きようかなと思います。はい。11月、丸々全国4都市を 2days で回るっていうツアーを、やったとこなんですけども、その 2days のツアーをさらに総括するような形で、12月に、新木場のクラブコーストというところで、ライブが1本あります。今年の陰陽座を締めくくるライブになると思いますので、詳細を陰陽座の公式ホームページなどでチェックしていただいて、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、うん、ね、ヨーロッパツアーが終わり、はい、4大都市ツアーが終わったと思ったら、うん、まだ年末にねライブがあると、ね、すごいですね。もうそんな時期ですかみたいな。もうそんなですよ、ライブライブですよ、もう大変でございます ね、まあ、兄様はですね、うん、ね、もうちゃんとバジリスクのオープニングと高賀忍法帳、こちらも自費で買って、自腹で買ってます。シングル G で買いました。試した。さすが。今度サインとかもらえる。まあということで、最後の年内最後のライブ頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。はい、このコーナーでは、壮絶に散っていた仲間たちを忍びたいと思います。はい、今回は甲賀おこい、伊賀あずき郎斎の2名です。人形たちも喪服に着替えてきました。十兵衛かけろ。十兵衛ごめんなさい、裸棒でごめんなさい。それでは謹慎。それではおこいとあずき郎斎2人、献杯献杯献杯。楽しかったよ。ありがとう。楽しゅうございました。え、兄様のせいです。すいません、うっかり送り出したばっかり。うっかりかわいそうに。かわいそうに。時々老妻のことも思い出してあげてください。そうですよね。あんなじいさんも、あんないいおじいさんがいたなっていう。おこいさん、あずき老妻さんのご冥福をお祈りいたします。エンディングでございます。はい、はい、まあこうやってね7話8話とね、うん、今日振り返りましたけど、うんうん、まあやっぱり今回はねもう如月兄弟の如月兄弟ですゲーだよ。ゲーだけずっと引っ張らないで。何はともあれ如月兄弟ですよ、ね、今回ありがとうございます。まあいいお話でした ね、 ね、 ね、でも私は死んじゃったけど、うん、兄さんはまだ生きてるんで、ね、一緒に死んじゃったみたいな、ね、これからガンガン活躍する予定なので、ね、いいよ、なんか断ることにおこいおこい。いや言っとけばって。まあそしてね、次回、うん、時間はですね、うん、ついに、そうですよ、うん、ついに活躍しろよ。頑張るんだよ。やっとね。多分ね、多分ね、僕頑張るよ。多分頑張るよ。そんなちっちゃい、ちっちゃいイメージで。多分僕頑張るよ。ということで、バチリスク。く。紹介したいと思います。はい。ジンゴロウ、ジョウスケよりもずんとマシ。そうなんだ。そうなんだ。セリフでもあったでしょ。嫌われたものよの確かにね。ごめんなさい、面白くなくて。待つ乙女、斧が明日を赤に染め。かげろ。まあ、またこれもね、いろいろなんですよ。なんですか？この待つ乙女っていうのはね、うん、おこいちゃんが兄さんを待ってるとか、うん、あと蛍火がやしゃまるを待っとるとか、そういういろんな、うん、女子たちの思いを込めてみました。兄弟の
涙総裁、ジンゴロスイム、ジアマリみたいな。ジアマリ、サエモン、まあ、あれもうその前のあのもう涙涙のシーンと同じぐらいのこのウェイトでガーンっていきなりきますからね、ええ、みんなこう、うん、みたいな感じですから、おこいおこいじゃあ最後に、はい、オチですよ、いきます、お願いいたします。いやんバカ、袴を下ろすジンゴロウ、おこい、やっぱりジンゴロウ、やっぱりジンゴロウです、楽しかったな、しもけんさん、ジンゴロウじゃないじゃん、しもけんさんっと、まあね、それぐらいジンゴロウはみんなのアイドルです、そうです、はい、ということでね、はい、本当に最後でございますからね、また時間でお会いしましょうね、はい、それでは皆さん、バイバーイ。